こんにちは、池田しおりです。今日は、ゴム跡がついててもできるヘアアレンジ第3弾やってみました。ミディアムぐらいの長さの方におすすめですので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画スタート。ベイビーヘアオイルを使います。3滴出します。髪の毛全体にオイルをなじませます。後頭部下で一つにまとめます。手ぐしでしっかり溶かしてから結んでいきます。ゴムで結びます。気持ちだけゴムを緩く結ぶのがポイントです。ゴムを少し下にずらしてくるりんぱします。少しゴムを下にずらしてこの辺りで空洞を作ります。しっかりと空洞を開けてここでくるりんぱします。そうするとゴムが隠れてくれます。くるりんぱした右側の部分2箇所をほぐします。左側も2箇所ほぐします。トップも少しボリュームを出します。毛先が乾燥してたりパサついてたりしたら少しオイルをつけて束感を出します。はい、こんな感じで仕上がりました。今日のポイントは、くるりんぱを2回することによって、ゴム跡が隠れるのとゴムが隠れてくれることです。あと、お仕事終わりとかって毛先がすごい乾燥してると思うので、そこに、しっかりオイルとかをなじませてあげて綺麗に見せてあげると、よく見えると思いますので、ぜひやってみてください。さよなら。